ドン・バレンタインはアメリカ合衆国で最も影響力のあるベンチャーキャピタリストの一人であり、アメリカを代表するベンチャーキャピタルであるセコヤキャピタルの創業者である。フェアチャイルドセミコンダクターでセールスマーケティング部門の責任者を経て、ナショナルセミコンダクターでは創設メンバーとして名を連ねる。その後、1972年にカリフォルニア州メンロパークにて、 セコやキャピタルを創業、アップルやオラクル、グーグル、エレクトロニックアーツ、シスコなどへの投資を主導しこれまでに250社を超えるテクノロジーカンパニーへ投資を行ってきた。バレンタインはこれまで投資してきた多くの企業で取締役を務め、アップル、アタリ、エレクトロニックアーツ、シスコ、オラクルなどの取締役を歴任した。また、 2011年にはバレンタインをモデルにしたドキュメンタリー映画サムシング・ベンチャードが公開された。米エリアに住み3人の子供と7人の孫がいる。カトリック信者でありデンマーク人の祖父を持つ。ありがとうございます。